逃げて自分にとって心地の良い現実だけ選ぶ場合とかずれがあってもずれは起きていないんだっていう形で自分に暗示をかけてしまう場合っていうのは現実を否認してしまうってことですねはいおはようございます本日はマインドコントロールされやすい人の特徴というテーマでお話ししようと思います えまずですね、マインドコントロールをされる、マインドコントロールを受けやすい人のメカニズムってことなんですけれども、えー、それはどういうことかっていうとですね、えー、まず人間の脳の仕組みから話をしましょう。えー、人間の脳っていうのはですね、おそらくですよ、最近考えられてるのは、脳っていうのは常に活動し続けていて、えー、現実世界を予測し続けているというふうに言われています。だからここ、頭の中でバーチャルリアリティの世界を作ってるんですね。 で、現実があってバーチャルリアリティの世界がある。で、ここのズレをですね、近くしながらですね、えー、こう意志を決定したりですね、認知を変えたりしてるんですよ。で、このバーチャルリアリティの世界っていうのはどういうふうに作られてるかっていうと、老い立ちですね、記憶とか経験とか知識によって作られていて、プラス遺伝子ですね、遺伝的な影響を受けながら、えー、このバーチャルリアリティの世界っていうのは作られてます。だから遺伝子をもとに、えー、脳細胞っていうのは作られて、 で、脳ができますよね。そこに、えー、それがハードウェアみたいなものなんで、そこに、えー、記憶ですね、えー。老いたちの記憶とか経験とか学習したもの、えー、OS をインストールして、えー、バーチャルリアリティの世界を作ってると。で、そしてそのバーチャルリアリティの世界と、現実とのズレを、ズレ、えーえー、を感じながら、えー、次の行動を決めて、 決めたりですね、このバーチャルリアリティの世界を修正してズレがないように正確に予測できるようにしたりすると。まあそういうことを脳内はやってるわけですね。で、えー、ってことは、 この脳ののバーチャルリアリティの世界は常に正しいことをやってるとは限りません。どちらかというと現実をそのままトレースできないんで、ず、え、れ、ー、が多いんですけれども、じゃあずれた場合どうするのかっていうと、先ほど言った通り、えー、正しい方法っていうのはこ解決していく。このズレを行動によって解決していくのか、もしくは認知を修正していく。こっちのバーチャルリアリティの世界を現実に合わせていくっていう行動が求められるんですね。だけど、それができない。 それをせずに回避とか暗示を選んでしまう人はマインドコントロールされやすいんです。つまり、問題があって、ズレがあっても、ズレから逃げてしまう。逃げて自分にとって心地の良い現実だけ選ぶ場合とか、ズレがあっても、ズレは起きていないんだっていう形で自分に暗示をかけてしまう場合っていうのは、えー、あります。だから現実を否認してしまうってことですね。あの、そんなことしないよと思うかもしれないけれども、よくやりますよね。 だから、えー、酸っぱいブドウみたいなもんですよ。だから、いそ葡萄は出てくる。えー、ブドウ食べたいなと思っても届かない場合、あれは、まずいブドウだったんだ。だから、いらなほ、僕は欲しくなかったんだって形で、自己暗示をかけることによって、悔しさとか、ブドウが手に入んなかった、えー、ズレずれですね。ずれを、まあ、えー、流すようにしている。で、 えー、そういうことをしてしまうとですね、だから問題を回避したり暗示を選ぶと、やっぱマインドコントロールされやすい人になるのかなと思います。だから洗脳されに行く自分から洗脳にされに行くっていう形があります。だから相手の問題もあるんだけど、こちら側の問題でもあるんですね。で、人間っていうのは、そもそも従いたいっていう欲望があるんですよ。だから群れの生き物なので、人間っていうのは群れで生きてるので、リーダーシップがある人、力が強いもの お父さん的なものお、お母さん的なものに従いたいっていう、こう、抗いがたい本能があるんですね。で、その本能に対してですね、でも、ね、こう、従えた方がいい人間ってそんないないんですよ。自分より優れた人間っていうのは、基本的にはいないんですね。自分より劣った人間もいないけど、自分より優れてる人っていうのはあんまりいないです。だから、多少は差はあるんだけれども、やはりちょっとね、 えー、俯瞰的に見ると、ドングりの性比べみたいなところがどうしてもあって、だけど、その中でも序列をつけなきゃいけないからっていうことで、人間の本能的にですね、ちょっと理想化しちゃうところがあるんだよね、リーダーの人で、理想化して自分から騙されに行くっていうところがやっぱあるんだけど、それがですね、あの、常識の範囲内であれば別にね、問題ないんだけども、それが行き過ぎてしまうと、病的になってしまうと、やっぱりマインドコントロールという問題になるのかなと思います。 で、じゃあ、マインドコントロールされやすい人ってどういう人かっていうと、え、まず、そもそもズレが大きい人ですね。だから自分の中のバーチャルリアリティと現実とのズレが大きい場合は、え、やはりですね、え、回避とか暗示を選ぶ機会が増えてしまうので、え、こういう問題が起きるかなと思います。だからズレが大きいってことは、例えばですね、老いたちの問題がある場合、だから老いたちに不幸がある場合、 不幸とか不運が重なってる人っていうのは、やはりですね、暗示されやすい、理想化して自分を洗脳しやすいということがありますね。で、追い立ちが不幸ではなくても、柔軟性の乏しい教育を受けた、受けてきた人、だから教育的虐待とか、こう、詰め込み式の教育を受けてきた人、受けてきた人っていうのはですね、自分で考えたり決断するって機会が少なかった人は、やはり洗脳されやすい。 ことがあるなと思います。あと、知的能力の問題とか特性の問題ですね。理想化しやすい心理的特性があるとかですね、えー、興味の偏りとかがある発達障害的な問題、境界知能、知的な問題がある場合は、えー、やはりですね、現実とズレが起きやすいですから、えーえー、その結果ですね、回避暗示を選ぶことも多いんじゃないかなと思います。 で、解決とか認知の修正が苦手な人っていうのも、えー、回避、暗示を選びやすいですよね。で、特にですね、あの、プライドを優先させる人とかですね、自分のプライドを優先させたりとかですね、権威主義の人はですね、えー、暗示を好むことが多いかなと思います。だから、あの、自分のプライドを曲げるとか、自分の認知を変えていくってこととか、自分の行動していくっていうことよりも、自分を守ることを優先しちゃう。 で、理想化が強いですね、権威主義の人っていうのは。そういうのも、えー、やはり、回避暗示を選ぶので、マインドコントロールされやすいということになるのかなと思います。で、えー、結構ですね、まあ、あの、これって、このマインドコントロールの問題っていうのは、社会的問題にはなってますね。つまり、こう、マインドコントロールされやすい人っていうのは、リストで売られてるんですよ、今、問題なのは。<laughs> だから、あの、こういう人ってどういう人かっていうと、ブランド品の売買とかですね、中古売買、中古の だからブランド品を買ったりとか、ブランド品をね、中古ショップに売ったりとかする人とかですね、えー、まあ、一度騙されたことある人っていうのは、顧客名簿としてデータとしてですね、えー、残っていて、それが売買されてるんですね。裏で売買されてたりするので、えー、個人情報がですね、こういうふうに悪用されてしまって、で、えー、広告を打たれてですね、またブランド品買わされちゃうとかですね、えー、いうのがありますね。はい。 で、もしくはね、場合によっては詐欺のようなもの、情報商材みたいなものに合うってことも多くなったりしてます。だから、あの、我々としてはマインドコントロールされやす、されないような工夫をするってことも大事だし、されやすい人は、に注意喚起をするってことも大事だし、こういうね、個人情報の問題ですよね、は悪用されないように、やっぱ法的整備を促していくのもとても重要なんじゃないかなというふうに思います。はい。 では今回はマインドコントロールされやすい人の特徴というテーマでお話ししました。では以上でこの動画を終あります。もしこの動画を見て良いと思ってくれた方はグッドボタンを、をチャンネル登録、あとアの方よろしくお願いします。ではまた。